藤原道兼は、平安時代中期の苦行。藤原北家、摂政官白大乗大臣、藤原兼家の三男。官位は、正二位、関白、右大臣、増将一位、大乗大臣。同母の定前に、戦士、同長らがいる。父、喧嘩の意を受けて、花山天皇をそそのかして、出家、退位させる。一条天皇が即位すると、 外祖父の喧嘩は、摂政となり、道兼も栄達した。喧嘩が死去すると道兼の期待に反して、長兄道高が関白となった。5年後に、道高が病死すると、待望の関白になるが、そのわずか数日後に病死した。そのため、7日関白と呼ばれる。栄冠2年8月、花山天皇が即位すると、倉人左小弁となる。 東宮には、同母妹、戦士を母とする、海人神皇が建てられていた。花山天皇は、喧嘩の冒系、これまさの娘、海士を母としており、これまさのこの剣中納言、吉地下が天皇を補佐して、調整を取った。このため、喧嘩は海人神皇の早期の即位を望んでいた。花山天皇は、情緒的な性格で、長愛していた、女王。 藤原志士が死去すると深く嘆き、思い悩むようになった。倉人として禁止していた道金は、元行寺の玄久子と共に、普通の教えを説き、出家を進めた。道金も出家することを約束すると、天皇もその気になってしまう。勘奈2年6月23日有の時、道金は、花山天皇を密かに代理から抜け出させる。道鐘は、 天皇が途中で足を止めるのをかきくどき、山品の岩行まで連れてきた。天皇は、玄久氏に会を受けて提発した。ところが、道兼は、父に告げずに出家すれば不幸になると思い立ちました。父には彼を告げ、出家前の姿を一目見せたいと思いますというや、寺から立ち去ってしまった。天皇は騙されたと知るがすでに手遅れで、宮中では、 剣嘩と、兄、道高が、東宮即位の準備を手早く済ませていた。翌朝、吉地と、剣左中弁、藤原これしげが、頑行時に駆けつけるが、出家した天皇の姿を見て絶望し、彼らも出家した。幼い海人新王が即位。外祖父の剣嘩は摂政に任じられた。剣嘩の息子らも昇進させられ、功労者の道金は、 同年7月三儀となったのを皮切りに、10月には、十三味県中納言。11月、肖像くらい、永遠元年十二位、永祖2年生に、県大納言と類進した。省略元年喧嘩が病んだの知死去すると、公認の関白には、長兄、道高が認じられた。大鏡によると、道金は、自分は父に功があったのだから、 当然に関白を継ぐべきだと望んでいたのに、道高が、後継に選ばれたことを花肌憎み、父の募中であるにもかかわらず、客を集めては、勇興にふけったという。道高の政権下で、同二年内大臣、同五年右大臣へと進む。長徳元年、関白道高が思い甘いに伏した。道隆は、後継の関白に、嫡男の内大臣コレチカを望むが許されず、 4月10日に死去した。4月27日に道金は、関白宣言を受ける。ところが、ほどなく、道金は病になり、5月8日に没した。去年35、世に、7日関白してから7日目であったからだとも言う。なお、道金は、関白在任中に一度だけ尋常を開催していると、称された。死後、小一大常大臣を追贈された。 下谷国の豪族宇都宮氏が道金の後裔を称し、尊卑文脈や宇都宮経図などには、そのように記されているが、これについては、遺説も、少なくない。道金の子、金高より以降、苦行になったものはなく、大鏡では、公下としては語るべき子孫がいないことが記されている。しかしそれゆえに、子孫は地方に下り在地の豪族になったとも言える。容姿は、 顔色が悪く毛深く醜かった。性格は非常に冷酷で人々から恐れられていたという。また、面倒で意地が悪く、徴用の順序もわきまえずに兄の道高をいつも悟しているようなところがあった。一方で老成して男らしい人物という評価もある。藤原北家道兼流道金。金高加熱の謙信金房。総苑。 ありがとうございます。